松浦鉄道、松浦鉄道株式会社、松浦鉄道は、長崎県、佐賀県で、旧国鉄特定地方交通線の鉄道路線西九州線を運営している、長崎県、西小井自動車などが出資する、第三セクター方式の鉄道会社である。沿線の住民などから、MR や MR 鉄道の愛称で親しまれている。駅一覧等は、 以下の項目を参照のこと。沖縄都市モノレール、ユイレールが開通するまでは日本で最西端を走る鉄道であり、途中の田平平戸口駅が日本最西端の駅であった。なお、沖縄都市モノレール開業後も、一般の日本のレールを使用した鉄道としては、日本最西端となっている。佐世保中央駅と中佐世保駅間の距離は200メートルと路面電車や、 ケーブルカーなどを除けば、筑豊電機、鉄道黒崎駅前駅西黒崎駅間と並んで、日本一短い。なお、開業時から、佐世保駅の高架化工事による中断期、2000年3月から2002年3月を除いて一部列車が、佐世保駅より、JR 佐世保線廃棄駅、1992年から2000年までは、ハウステンボス駅まで直通転していたが、 2006年3月18日のダイヤ改正より JR との相互乗り入れを中止した。JR 九州との相互乗り入れについては、中止の理由が、松浦鉄道の車両の老朽化により故障が多発、安全が確保できないとなっている。これについて、松浦鉄道では開業当初の車両の置き換えを進めるとともに、在来車の安全対策も強化することにより、 田ビラ・平戸口ハウステンボス間の直通乗り入れを再開したいとし、2009年3月に乗り入れを再開した。なお、松浦鉄道は当初は朝夕の乗り入れを予定していたが、ダイヤが混む朝夕は難しいとする JR 側との調整がつかず、結局、松浦鉄道側だけから単行、一両編成で昼間にハウステンボス駅まで乗り入れる計画に変更される。 ことになった。2011年3月12日のダイヤ改正からは、運行区間が廃棄駅までに短縮され、運行時刻も変更となった。2013年2月現在、下記の3形式23両が在籍している。MR-600 型は日本車両製造。他の車両は新潟鉄工所により製造。開業時の申請車両18両には、 缶飲料の自動販売機が設置されていたが、その後すべて撤去されている。車両のカラーリングは、路線の多くが海沿いを走ることから、再開のブルーや九十九島の夕映えを表す、オレンジ、自社コーポレートカラーでもあるをあしらっているものが多い。MR-100 型から500型までの各形式は、同じ形式は、同じカラーリングでまとめられていたが、 MR-600 型については、増備時期ごとに帯色を変更している。いずれも MR-600 系の増備に伴って、全車両が運用を離脱した。1988年の開業以来、会長を長崎県知事、副会長を佐賀県知事、社長を佐世保市長が務め、佐世保の主要財界人が軒並み役員を務める体制で運営されてきた。 駅数を32から57に増やし、列車の運転間隔も15から20分置きにするなどの工夫により、2000年度まで黒字経営を維持。沿線に高校や病院が多いことも幸いし、三席の優等生と言われていた。だが、沿線自治体は、佐々町を除いて過疎化が進行しており、利用客は1996年の年間442万人を、 ピークに減少。2001年以降はついに赤字経営に陥った。このため、長崎、佐賀両県と沿線市長は2006年度から8年間で23億円を支援することを決定した。なお、この際に支援する側の自治体とされる側の経営者が同一なのはおかしいとの議論が来たため、両知事と佐世保市長が役員を退任し、民間出身の社長が就任している。 2006年末現在、具体的な配線議論は起きていないが、沿線自治体の財政力では、さらなる支援は困難とみられ、支援が切れる2014年以降の経営存続が大きな課題となっていた。2013年10月に、2014年度からの10年間で、沿線自治体からの総額約15億8000万円の支援が決定し、運賃の値上げや観光路線の強化、 商業施設の誘致により赤字を圧縮できる仕組みを進めていき、地域の交通インフラを整備していくことになった。2009年には長崎スマートカードを導入したい意向を示し、2011年3月12日から利用が開始された。各車両にカード読み取り装置を設置の上、各友人駅で長崎スマートカードによる回数券と定期券を売りしている。なお、 長崎電気軌道と同様に車内でのセルフ積み増しは可能だが、松浦鉄道では、モバイル長崎スマートカードは使えない。長崎スマートカードを利用して、伊万里駅で佐世保方面の列車と有田方面の列車を乗り継いでも、乗り継ぎ先の運賃はありびかれないが、上限200円となる日のみ自乗車目が無料になる。JR 佐世保駅構内で旅行代理店として、 MR 旅行サービスを営んでいた。自社で海外旅行の主催が可能な第一種旅行業、観光庁長官登録旅行業、第1386号の登録を受けていた。また、松浦鉄道は JR 指定旅行会社なので、自社との連絡運輸以外の JR 券も旅行業扱いで発売していた。二千十二年三月十九日をもって旅行業務を終了し、 JR 佐世保駅構内の MR 旅行サービスは閉店した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。